んは。こんばんは。徳ちゃん、クワガタ取りの名人って噂聞いたけど。ズバリその通り。ズバリその通りなんですか。で、俺いつも地元でめっちゃ取るとこいっぱい知ってるけど、はい、徳ちゃんは徳ちゃんの地元で知ってるらしいから、はい、ちょっと徳ちゃんの地元で、はい、ちなみに俺前回カブトムシいっぱい取ったけん、はい、クワガタがいいな。今回クワガタがいいな。了解。クワガタいますか。クワガタ、そうっすね、まあ、自分も今年その梅雨時期に1回だけ来て。あ、梅雨時期もういるんですか。大体いるんですよね。クワガタの方がカブトムシより早い。あ、早い、それは早い。もうだって、もうここです。あ、じゃあちょっと見てみよう。え、これ何の木。これですね、名前をどんぐり忘れたんですけど、いや、どんぐりじゃないです。ここにもいるんだ。これ覚えておいてください。このビワっぽい葉っぱ、これほうほうほう、これめっちゃクワガタ取れるんですよ。へえ。あんまり知ってる人がいなかったりするんですね。俺この木でクワガタいるって初めて知った。でしょ。でもいない。おい、いないじゃねえか、こらって。こっちのセリフや。見たか。見たわ。見てもいないわ。うわ、ここいそう。この腐ったとこめっちゃいそうじゃん。いないじゃん。なんで？壁ちょろ？いないが、樹液出てないもん。あ、それは？樹液？違うか、照らしてるとこ。これですか？違うか。なんか移動しましょうか。移動しますか。はい。それちょっと蹴る。最後蹴る。蹴っちゃいますか。蹴っちゃおう。行きます。はい。なんか。あ、いい音。あ、でも違う。違う違う。あ、違う。ダメっすね。ダメ。大体一発で落ちてきますもんね。移動。さあ、2カ所目。はい。どうすか、ここは。ここはおるやろって。ここはおるやろ。ここはおるやろってちょっと思うんですけどね。へー。実績あり。実績はかなりありですね。へー。ただ、最近というか今年来てないので状況がわからんっていうのが。でも例年いつもいる。例年、はい、大体いますね。で、まあ、よかったら大平田がおって。大平田いる。大平田います。マジ。はい。うわ、でも穴に入ってないやろうか。今日おるかちょっと分からんすけど。大平田捕まえた実績はある。あ、大平田実績は毎年捕まってます、ね。マジかよ、はい、毎年5匹ぐらいは。マジで。はい、あいつらあのいる。今日は分からん。なんでいてよ。いてほしかったっすけどね、自分も。はい、あいつら何？あいつらあの1匹取るじゃないですか。はあはあ、で取って穴がなあ、誰も住んでないけん。ただまた絶対おろすもんね。あの住みやすいところは絶対。へはい。ここ入っていく。ここ入っていきます。怖いですね。怖いんだ。徳ちゃんこういうの平気だと思ってた。うわ、蜘蛛の巣が。ここはですね、僕があの。カブトムシを朝方飛びに来てスズメバチに刺された。うわー、じゃあ次刺されたら死ぬやつだ。こんくらい、しかもめっちゃでかかったっすもんね。うわ、怖。なんで死なんやったんすか。もうこらってこらって死んどかんばかに。え、まだ先。あ、なんか声聞こえた。人の声聞こえた今。マジっすか。本当になんてですか。おいって。マジっすか。ちょっと怖かった今。でも行こう行こう。立ち止まる方がよっぽど怖い。うわ、お地蔵さんあるし。いや、怖すぎやろ、こんな。首なし地蔵あるし。おい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 。はい、行こう行こう行こう、怖いけん。え、ここ入っていくと。はい。いやいやいや、アホやなんか。はい、行こう行こう。ちょっと怖くなってきた。いやいや。いや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 、怖すぎるやろ。はい、行こう、怖いけん。平野っているんですけど、うん、面白い同級生が、うん、そいつと来た時に、うん、ほらね、完全に声した今。そうです、そうです。うわ、ここめっちゃクワガタいそうやん。めっちゃ今手大きい木があるじゃないですか。あれはミラン取ってください。なんで。あれにスズメバチの巣がようあって。ああ、マジか。あれを見てたらスズメバチに刺される。はい。 で木はこの手前の木。はい、さっきと同じ木。本当だ、この木いるんだ。ビワの葉っぱっぽい木。何だかな。何の木じゃなかったね。なんとかの木。はい。いない。マジか、大体もう。どの穴に、いや。平田はどの穴に。平田はそこの穴に。
見てみますか、うん、平田穴を。え、何でこなんとかな、時期の時期が遅かったかな、かもしれない、押し越したくなってきたぞ、うん、何もいないし、あ、樹液出てるけどな、いない、うん、いない。これでも木登ったら見つけれそうだな、木、ほら、なんか人の声がずっと聞こえてる、いないな、ビビりすぎやろスズメバチ、いや、ムカデとかが、あ、やっぱゲジゲジとか、あ、おった、あ、ほんとや、あ、それなんだ、ノコギリ、ノコギリか、あ、捕まえて、オッケー、あ、ほんとや、久しぶり見たノコギリ、いいじゃん、ちょめちょめ、あ、ほんとだ、ちょめちょめしよう、ちょめっぽい、ごめんね、落ちた、オスと、オスメス、チスと、あ、でもちっちゃいな、ちっちゃいっすね、うん、ちっちゃい、まあ地方でか分からんすけど、選択でしょ、これグワーってなったら水牛っていう、うん、はあ、で一回噛まれて鼻で、そうそう、いたた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 た、鼻でやって、鼻で、鼻、鼻です、鼻だけで、はい、鼻はちょっと、いたたた、鼻は鼻でやろ、鼻で、いや俺絶対やんないしなんで俺が全部と鼻は、いたた、いた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 、でもなんかあの曲がりが足りなくてあんまかっこよくないですね。ですね。でも、うん、結構健康体です。健康体。まあそういうことで。キリノコギリのノコギリのオスメスチス。ゲット。ほんと上の方にたまにオスもんね、でっかいやつ。前逃がしたもんな、でっかいの。あ、おった。おったおった。どれだ。あれだ、あー、ほらほら、ノコギリのでかいやつ、あ、あ、いや、あ、ノコギリか、どうですか今カメラで映してる、ほら、ノコギリのいいか、あー、これいい方や、ノコギリ、ノコギリ、絶対ノコギリ、ノコや、うん、ノコノコノコ、あ、ミヤマかもしれん、あれなんかあのビートテールみたいなのが、うん、出てないですか、え、どこ、あの木の裏、今照らしていって、ずっと照らしていって、右右右右右右右、もっと右もっと、その木の裏、裏に行ってた、もう裏に行った、そうやった、あ、おった、またおった、あ、あれでかい、うわー、木の裏入った、無理だ、これ蹴ったらいっぱい落ちてきますよ、そっち、マジですか、今照らしてるところのちょっと右右右右、ストップ、そこ、その裏、あ、ほんとやん、おったおった、出てきた、あ、出てきた、2匹いる、2匹おる、ちょっと照らしとって、照らしてますね、ちっちゃいやつ1匹と、あったあったあった、今なんかちょこっと出てきたでしょ、あ、出てきた出てきた、はい、あ、クワガタ、カブトムシ、あ、カブトかな、あ、カブトムシ、あ、クワガタ、ノコギリ、ノコギリ、ノコギリのでっかいのとちっちゃいやつ、俺、ほら、2匹も見つけた、やった、でも上にガガノットンサッケヘンに見えた、あ、なるほど、うん、ガガノット、お、いっぱいおるなや、おったっすね、だいぶ上におるとでしょうね、うん、蹴ったら多分落ちてきます、蹴りましょうか、ちょっと待って、落ちてきた、ほら、これ何、これ何、セミか、アブラゼミか、セミ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 、はい、落ちた、セミ捕まえて、セミゲットン、セミゲット、アブラゼミ、アブラゼミです、あれれれれれ、よし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 、セミが、セミが何じゃい感じがします、落ちてきた、おった、でかいでかい、マジ、うよ、気づいた、見せて見せて見せて、パンパカパン、うわー、あー、でもまだだな、中の上ぐらいですね、うん、でもまあまあでかいな、まあまあでかい、うん、まあまあでかいでかい、いい方いい方、おお、よかったよかった、それが多分上にうろうろしよったガー付きのやつだな、あー、じゃあ、はい、挟まれて、強い、挟まれて、こいつに、あ、イノシシ来たかも、マジ違うかな、ガサガサ言った今、あ、大丈夫大丈夫、なんかガサガサいいよ、他はもう、あー、まだ上おるな、おるすか、うん、さっきのところにちっちゃいやつがまだ残っと、うん、ほっ、ファイチファイチファイチ、
真っ二つにするもんな、すごいやつ。とりあえず戻りましょう。幽霊の声しよったけど、この後行こう。さあ、もう今日は、はい、今日はこれで終わりと。はい、ちょっとなんか悔しくなったけん、はい、そうクワガタの、ほんとさっき一緒に話しちゃったけど、はい、ある一定の大きさを超えたら角がグワーンってなってる。ほんと胴の長さと一緒ぐらいの長い、あれを久しぶり捕まえたい。2、3年前に捕まえてる。あとノコギリもまだ中の上っすもんね。中の上っすね。上の中ぐらいのでもいけん、グリーンってしてるの捕まえたい。あ、やばいっすもんね。あとミヤマ、ミヤマもちょっと一回下向いてみてください。下下なんかいるっすか、クワガタ。マジっすか、こらてで、グーってしてるの捕まえたいけん毎日行きますよ。ですね、ちょっとクワガタシリーズ、夏いっぱいクワガタシリーズを作りましょう。男の子のロマンを、うん、で、大クワを最終的に見つけて。ああですね、まあ、一頭が平田、あ、はい、違う違う、大クワ、はい、二頭が平田、大平田、はい、で、三頭が三山、はい、全部8センチ以上を目指して。ああ、いけますかね、8センチ以上。8センチ、多分大平田と三山はいける、うん。7センチやったらいけるかもしれない。じゃあ分かった、大桑か平田か三山の8センチ以上を今月、今年中に取る。よし、頑張ろう、はい、ということで今回はまあでもまあまあの、あ、初日にしてはまあまあの取れたから、ね、ということでありがとうございました。はい、楽しかったですね。楽しかった。じゃあさよなり、バイバイ。